どうも、ワニです。今回はですね、お迎えのご報告となるんですけれども、非常に珍しくて、非常に面白いトカゲを購入してまいりました。それがこちら。こちらなんですけども、パッと見、こちら、もうすんごい地味なね、普通のちっちゃい、まあ、沖縄とかにもいそうな樹状性のちっちゃいトカゲかなと思うじゃないですか。ですが、実はこの子ね、ものすごく面白い生態を持ってるんですね。このトカゲの名前が、ジャワ・トビトカゲっていう名前で、その名前の通りね、空を飛ぶことができるトカゲなんですよね。で、これ一見地味に見えるんですけれども、実はこのね、お腹の横の部分をね、こう広げてみると、ほら、美しい羽が生えてるんですよ。これ左右に生えてるんですけど、ほら、美しい羽がね生えてまして、こちらで、まあ、羽ばたいて飛ぶことはできないんですけれども、滑空してね、空中をある程度飛ぶことができるんですね。めちゃめちゃ面白いトカゲですよね。多分トカゲで唯一じゃないですかね、空を飛ぶことができるのって。普段はね、このね、脇の被膜をしまってるとすごい地味なんですけれども、これをひとたび広げるとね、非常に美しくて面白いトカゲなんですよね。本当に美しい羽ですよね。この羽ね、まあ、扇子みたいにこうちゃんと中にね、骨組みがあって、皮膜がついてるって感じなんですけど、この骨がね、この子のあばら骨らしいんですよね。なんで、このお腹の方にね、あばら骨ないんですよ。めちゃめちゃ柔らかいんですよ。ここにあばら骨使っちゃってるんですよね。防御力ゼロ、素早さ重視みたいな感じのモンスターですね。で、この子たちね、ものすごく弱いトカゲで、結構もう輸入の段階で死んじゃう子が多いらしいんですよね。水切れに弱くて、まあ輸入する段階で水が切れて死んじゃったりとかするらしくて、かなりね、輸入量も少ないです。結構死んじゃう前提だから。前回俺が見た時も1年か2年ぐらい前を最後に入ってなかったんですね。で、今回たまたま入っておりまして、お迎えした次第でございます。かなり難しいトカゲなんで、正直俺も長期飼育できる気はしないんですけども、こんだけね、ユニークなトカゲなんで、一回は飼ってみたいなと思いまして、お迎えいたしました。この子をね、販売してたショップさんの方でも、もうすでになんかもう輸入の段階で1匹死んでしまったっていうお話でして、でも、まあ一応ね、ショップさんで1週間ぐらいは今生きてる子たちですね。餌も食べてるって話なんで、俺もなんかなるべくね、長期飼育させたいなと思ってます。前回入荷された時は、もうみんなね、3日とかぐらいでね、死なしてしまってましたね。もうそれぐらいもう難しいトカゲです。で、早速ね、こちらのトカゲの飼育環境をセットしていきましょう。はい、というわけで、トビトカゲを飼育するのに用意いたしましたのはこちら、ベルテックジャパンさんのね、縦長のケージでございます。横が45で縦60ぐらいのやつですね。で、ここにまずね、まあ樹状性のトカゲなんで、登れるね、流木を入れてあげます。これな、ダムでもらってきたやつですね。よいしょ。で、ここに床材を敷きます。まあ、湿度を保ちたいんで、ヤシ殻にしようかと思ったんですけど、ヤシ殻って一個一個がまあ結構でかいんで、餌のね、ゴキブリとかコオロギ入れるとヤシ殻の隙間に逃げられちゃうんですよ。なんで今回このヤシ殻を細かく砕いたね、砂状になってるマットを使います。これだったらね、この中に今デュビアは潜るんですけど、レッドロージとかはあんまり潜んないんで、これでやっていきます。まあ、これでね、湿度もね、保てるんでね、いいと思います。で、やっぱりね、中高生のトカゲなんで、しっかりね、バスキングライトもつけてね、バスキングができるようにしてあげないとですね。ちょっとこれは近いかな。で、ここからが重要で、トビトカゲ、本当にね、水切れで死んでしまう子が多いってことなんで、水をね、たくさん飲ませてあげられるようにしたいんですよね。で、まあ、毎日霧吹きするっていうのもいいんですけど、俺が外に出ちゃう時とかもあるんで、こんなものを用意しました。こちら、ジェックさんから出てますモンスーンソロっていうね、噴霧器なんですけれども、こちらね、自動で、霧吹きをしてくれる機械になるんですけれども、時間とかね、間隔とかをね、選択して自分の好きなタイミングでね、噴霧できるように設定できるんですよね。これを、このノズルをどこにつけるかな。ライトにこう水が当たっちゃうとライト割れちゃいますからね。ライトとノズルを同じ方向にやるか。
がでかすぎたんで変えます。キー変えます。これにします。よいしょ。うちにはね、使ってない流木がね山ほどあるんでね、いつでもこのキーやめたいなと思ったらね変えれるんですわ。うん、こうしよう。この辺にこのノズルをつければ当たんないっしょ。さらにダメ押しでね、こんなものも用意しました。こちらね、爬虫類用の水入れ、水飲みのね、ものなんですけれども、 Amazon でね3000ぐらいで売ってて、まあ、外国からの出荷だったんで 2,3 ヶ月ぐらいね到着待たされたんですよ。でいざ使ってみると中のポンプが壊れてて動かなくて、マジあのみんな買わない方がいいですよっていう感じでした。俺はもうしょうがないから日本製のちっちゃいポンプに交換して使えるようにしまして、まあ、そしたらまあまあ悪くない商品なんですけど、こうやってほら、まあ、下に水が入ってて上にこう運んでって、ここから流れるんですよ。でここであの、まあ、植物に当たってちょっとなんだろうな、植物に水が滴る感じになるんですよね。樹状性のトカゲってこうやって動いてる水しか水として認識して飲まなかったりする子がいるんで、こういったものがあればね、あの水飲んでくれるんじゃないかなと思って用意しました。はい、じゃあトビトカゲをこうね入れまして、で餌入れも買ってきまして、こちらまあ厚さがあってね、返しがついてるんでゴキブリがねこの中からなかなか出れないですね、基本的に。なんで、まあ、ここに餌があるというのを認識してもらえればね、餌をね食べやすくなるという商品でございます。逃げられて変な隙間入られてもねめんどくさいんでね、こういう感じで置いておくという感じですね。でモンスーンソロね、霧吹きを出すタイミングとかが選べるんで、俺は1日2回、4時間ごとにね噴霧するように設定しております。1回の噴霧で何分間噴霧するかとかもね設定できるんで、俺は4分間吹き続けるようにしてます。でまあこの水滴がね壁面とかについて、これはツツーとこうね落ちていくのをトカゲがね、あ水だって思って舐めて飲んでくれるんで、というわけでこういった環境で今後このトビトカゲをね飼育していこうかなと思います。これでもまあ長期飼育できる自信はあんまりないんですけど、できるだけ頑張りたいですね。という感じで今回の動画はこれで終わりです。また次の動画でお会いしましょう。